連勝、阪神ファン集合。新生岡田阪神が開幕3連勝とロケットスタートを決めた。チームとしては2年ぶりで、ホーム開幕カードでは15年以来8年ぶりの3立て。岡田彰布監督に限れば第一次政権で04年の巨人戦、08年横浜戦に続く3度目の3連勝発進だ。さっきの開幕9連敗の悪夢を一瞬にして振り払った。すまん、あれ期待してええんか。気分では買ってよかった。贅沢言うなら佐藤のエラーはいらんかった。朗報、阪神シーズン47エラーペース。安明、スアウトから破壊。エスコバー、スアウトから破壊。強すぎでは。8回気持ちよすぎて草生えた。石井ってバッターからしたら打てそうってなるんやろな。みんな早打ちしてくるけど案外飛ばん。隙のない野球しとるわ。守備も安定してるし、采配がここぞで綺麗に当たりすぎやね。去年の絶望スタートとは大違いや。9安打、14安打、11安打、これ阪神か。点取れてるのがええな。リリーフだけ壊さんようにしてくれたら後の采配は信じることにする。ヘラ、石井がきっちり抑えたのは良かったわ。岩崎はしゃあない。結果的に岩崎に準備すらさせなかったのも神。本末強いチームの勝ち方してるな。佐藤のエラーと岩崎3連投くらいちゃうか。反省点は